の話ばっかりしてしまった。話の続きはチャチャ君に聞いてくれたまえ。彼なら最近の話をしてくれるから、ぜひ彼を見つけてくれたまえ。緑神英会へようこそ。我が輩は火星人である。心だけで生きているので、こうして建物を体として借りて街の様子を見ておる。にしてもすっかり見晴らしが良くなったものだ。去年までは我が輩の花咲に建物が並んでいた。あのアーチまで飲み屋がひしめいていた。今は駐車場だ。向こうまですっかり見通せる。私のこっち側、入り口の隣にバケツが積まれてるだろう。三角形の防火用水。この町には5つあるのだが、地図に書き込んでみたまえ。夜空の星が作るペガスス大四辺形と同じ並びをしているから。しかもほら、ここから見える大きな道路、あれは天の川だ。防火用水はマヤ文明の遺跡、石造りのピラミッドと同じ役割をしておる。宇宙からの使者を招く目印、宇宙規模の地図だ。この町に宇宙人を招きたくて5年前に作った。ただ少し小さいのかな。UFO が時々横浜の空に迷い込んでしまうことがある。この5年間で3回も横浜の空で目撃されている。小型ピラミッドを見失い道に迷った UFO だ。本当の話だ。横浜 UFO で検索してみたまえ。ちなみにその時迷った UFO の乗組員はこの店でも働いている。誰だかは秘密だかな。この町のみんなはいろいろな土地からやってきた。北海道、千葉、火星、アンドロメダ星が裸一貫でやってきて、知り合いがいないから寂しがりや、人肌恋しくてたまらない。だから寄り合い、助け合う。自然、結束も強くなる。ビールが足りなくなれば隣の店に借りに行くし、侵略目的の宇宙人がやってきたらみんなで情報を回して気をつける。そうやってずっと助け合ってきた。今私の顔が赤くなっていないかね。さっきから我が輩の裏側に猫が体をこすりつけているのだ。なぜかこの建物の裏には猫が住みつく。今もいる。この町は本当いろいろなものを抱きかかえるものだ。ふうくっ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 